Ladies and gentlemen, さま、それでは次のセッションをお返ししたいと思います。マイクの方は大丈夫でしょうか。まず、こちらはリーダーシップパネル。 に対しまして皆様の意見を共有してもらう時間帯ということになります何か、えー、具体的な項目に関してでも結構ですしその前にリーダーシップパネルをご紹介したいと思いますまず自己紹介をお願いしたいと思います私はヴィンウィントサーフです Google のワイス,スプレジデントそしてまた IGF のリーダーシップパネルのチェアをしております。ウィンドさんがとうございます。ピング・カーシャンと申します。パネルのメンバーです。フリアと申します。エチオピアから参りました。イノベーション・技術のステート・ミニスターです。リーダーシップパネルのメンバーです。吉田宏です。 総務省の審議官ですリサフールですすリーサ・フル私はエテノのディレクタージェネラルです。ヨーロッパのブラッセルにあります電気通信関係の機会になります。私は ICC のチェアをしております。 マリア・フェルナンデス・ガーザと申します170カ国以上のさまざまな商業会議所のまとめます機関ということになります私はテレコムオペレーターで数百ミドルの中東だとかアフリカ西アジアのあたりをカバーいたします電気通信会社の CEO になります毎回のように こちらに育てらっしゃる方々のさまざまな業績というものがあるわけですけれどもこういった業績に関しましてもインターネットガバナンスフォーラムの我々が必要とする我々が求める IGF ということで常に改善をしていく必要があります。皆様ご存知のよううにににウィススプラス20 2025が20年に行われれるということいこなりますけれども この世界情報社会サミットの2 0周年を迎えるわけです2025年に向けまして我々は IGF を続けるかどうかというような議論になった時にそれが皆様の意見を元に決定をしたいと思っています皆さんがこちらにいらっしゃって IGF に価値を見出していらっしゃるかどうかということが まあそれを決定すするわけです我々リーダーシップパネルはそのの価値というものを明らかにすする必要があります、えー、総会において IGF がえ、えーえー、継続するかどうかということに関しまして書けた時に、えー、この回答は前,前向きなものであったということで,で皆様に今回のセッションにおいては皆様がどういったことを求めてらっしゃるのか何を継続するべきなのか 今やってないことで何をやるべきなのかだとかまたその価値に関しましてこれまで IGF に参加する中で経験されました価値に関しましてもお話をいただければと思いますたくさんの代表者がこのミーティングに参加しておりまして IGF の開講でも最大の今回は総会になっているわけですけれども皆様とと 一緒ににこの IGF 関しましままて考えたいいと思います今回は8,000人以上の方々が登録をしてらっしゃってそして実際に現場に来てらっしゃる方が大半だということでそれはやはり現場にきてこのこでエネルギーを感じてマルチステークホルダーの機関でのディスカッションに積極的に参加したいということの表れだと思います。それからもう一つ皆様にご理解いいたただきたいのは 未来来サミットが来年開催されまますす月になりますそちらの会議においてもグローバルデジタルコンタクトの中身というものが発表されることになりますが IGF はこのコンパクトとともに今後そのディスカッションを続けていくということになりますのでリーダーシップパネルとしては IGF が このコンパクトがうまくいってるのかどうかということを評価するような期間にしていきたいと思っています。なので皆さん自身が将来大変重要な役割を果たすということになります。あ、それからえっとごめんなさいえっと自己紹介お願いできますかカン・ルローチと申しますバハマの政府から入っております。 えー、和がままにおいて、えー、緊急会合を,を開くということで、はい、リーダーシップパネルので何をあの強化したいのかとかというようなことに関しましてコメントがありましたら、えー、コメントをいただきたいと思いますけれども、まあ、基本的にはこちらの会合に関しましては会場の皆様から意見を伺おうということになっていますああビントさんありがとうございます。 私たちの望むインターネットのペーパーをこの日曜日に発表していますこの新しいステージにおいて重要なビジョンを今後もサポートしていく必要がありますこれを達成するためにそして来年は皆様にお願いがありまして我々の これを達成するための,その課題に対しましてどのように対応すればいいのか IGF として皆さんがそのメンバーであるということから実際にどの価値 地域においてまた国においてまたグローバルでどのようなその価値というものを上記をしていきたいのかそしてまた課題に対しましてどのようにどのような問題を解決してこのビジョンというものを達成することができると思われるのかまたどのような KPI を持ってその進捗というのを測定していくのか我々はできるだけ早くこのビジョンを達成したいと思っておりますので皆様の参画が不可欠です。リサーさん何かかありますか はい、えー、少し追加したいと思います。マリアさんがおっしゃったように皆さんのお意見が必要になります。私たちの望むインターネットに関しましても、まあ、それのようなプロセスを走らせたわけですけれどもそのコミュニティとしてアウトリーチの活動を今後やってまいります。私たちのの望むインターネットだけではなくてそれ以外の トピックに関しましてリーダーシップのエネルで解決したいと思っている問題に関しましても皆様の方にアプローチしていきたいと思っております18年間この総会を行っておりますがインターネット私たちの望むインターネットに関しましてこれまでもディスカッションしてまいりましたけれども今現在のインターネットがどうであ どの,ようどのような状況であって何を改善したいのかということを考えた時に先ほどバリアというのは各国だとか状況が違いますのでその障壁も違うということです。米国においてはインターーネットサービスの 普及率は高いわけですが一方で地方に関しましてはそうではないところがあります実際に400億ドルを当時で,ですねその状況を改善しようということをやっているわけですそのように各国において課題は違うと思いますで、このセッションに関しましては皆様からの意見を伺うということになりますので我々が知っておくべきことというのは何かありますでしょうか今後 IGF を進化させていくために この期間というものの、その存在というものをえま正当化するために何をすればよろしいでしょうか？マイクがありますので。はい、マイクの方から。発言をお願いしたいと思います。はい、両側から発言をしてください。また、事務局からははいマノートを取るようにということになっておりますので、またこちらのセッションは記録をしておりますので、またレポートを作りたいと思っています。 まずご所属と名前からお願いいたしますおはようございます皆様、あ今日はもう午後ですねはい、ジェームス・グラグラと申しますフィリピンから参りました UNSDN のネットワークまたフィリピンの商業会議所のメンバーでもありますいくつか質問があります 我々も各インターネットの普及率というものが GDP に影響を与えるということを理解しています一方で課題もありほとんどの民間企業電気通信企業は地方には投資をしないということなんですがあの民間の投資というものをそのようなこれまで十分なサービスを受けていないような地方に 投資というのを呼び込むために何ができますでしょうか例えば何らかの法制の度で投資を呼び込むというようなことはいいこでしょうかはいパネルの方で何か回答ありますか回答がある方は手を挙げてくださいハテンさんごめんなさいハテンさん最初お願いいたしますハテンさん多くの国でそのような 協議が行われておりますユニバーサルサービスの基金ということですよねで。税金を使って電気通信事業者に対しましてその税金から資金を供給して地方に投資をするということ。だからこれがもう全ての国で行って 行われているわけではありませんアメリカの場合は400億ドルを使って知識を地方をカバーしようということをやっているわけです。なので世界中のいろんな国においてこれは問題になっています。これは規制当局、政府、そして電気通信会社が一緒になって電気通信業者というのは、えー、場合によっては。えー 投資をするときに税金的な税制上の優遇を提供するとかですねそういったことをして地方に投資をしてもらうということをする必要がありますそしてそれをエコシステムにとりましてもいいことですしそして経済にとりましてもいいことだと思います GSM のアソシアーションに関しましてもそういった協議を行っております。 でこれは電気通信事業者だけではなくて、えー、規制当局政府からの支援も必要になると考えます投資ができるような環境を整えるという意味でどうぞ私も同意見です政府が何らかのルールを導入して地方でのインフラ整備を行うべきだだと思いますただこれは利益にはならないので なかなか未完活動だけで投資するのは難しいわけですそうなりますとあまあるユニバーサルサービスファンド基金が一つのソリューションあるいはサービスでワンというのが一つのソリューションになるかもしれませんがただ全ての地方をあ、ね、マネカバーするのは難しいと思います新しい技術先端技術によってこれが推進できる場合があります例えばモバイル技術によっ で一部の発展途上国はリープフロッグつまり固定回線がないところでもあのモバイルでリップフログができたわけですところがあの非テレストロリーの通信例えば NEO 衛星通信ネットワークとかあるいはハブというのはハイアウティチュードプラットフォームシステムですけれども。うん 高高度プラットフォームでだいたい50から100キロぐらいの範囲を一つのシステムでカバーすることができます。で、こういった新しい新規の技術によって効率よく効率よくあの地方などもカバーすることができると思います。で、民間セクターそれから政府セクター で、こういった先端技術の採用についても、ディスカッションは行われています。もう一つ答えがあのあると思うんですけれども、あの低軌道衛星システムというのは、インターネットへのアクセスを地球上のどこでも実現できます。まスターリンクですと、確か4万の衛星が。 でまあそれ以外にもそれ以外の規模のものがありますでこれが技術的なサイドですねでもじゃあそれがどのぐらいのコストをあの 負担があってそしてそういった地方に住む人たちがもし払えるのかという質問がありますもし払えない場合には競争というのがあります複数の衛生システムというのが今予想されているので競争によって料金が下がるそれから競争以外にもあの助成金ですね政府が出す助成金によってこういった地方のコミュニティでそういったアクセスが取れないところを助成するという考えがあると思いますでもとにかくプッシュし続けてくださいこれが実現できるようにぜひ プッシュし続けてください。もう一つのマイクに誰かが並んでいるようですが自己紹介お願いしますね。はい、ありがとうございます。ヴィンター、ピーター・ブルックと申します。ワルタミータ・ワードの議長あのしてしています。あなたはあのウルタミータ・ワードの2003年から2006年まで,でボードメンバーでいらっしゃいましたからよくしています。私のバイアスというのはコンテンツにあります。コンテンツにかなり私はあの取り憑かれています。皆様の スキルというのは本当にグローバルな能力というのはどちらかというとテクノロジーにバイアスがあるんだと思うんですね皆様ので。ところが「インターネット w e w a n 我々が求める「インターネット」という文章を見るとこれにもやはりテクノロジーのバイアスがかかっていると思います。年というのののは初めて5つの企業が世界の インターネット上の広告収入の54%を5社で占めた初めての年ですインターネットだけではなくトータルの失礼広告収入の54%を占めたということですつまりインターネットというのはもう歴史的な勢力つまり経済の集中の経済的な勢力となりつつあるということですそしてインターネットが大きな 破壊的な効果をいわゆる伝統的なメディア会社例えば新聞などの発行会社に対して世界中で大きな打撃を与えましたカナダでは564のコミュニティ新聞というのがここ6週間で閉館になりました結果として例えば100万人近いコミュニティが地元の新聞なしという状態になってしまっているわけですでこ,のこれがさまざまな ローカルそして地域そして国家レベルでのプロセス政治参加民主主義のプロセスに与えるインパクトについてはまだ見えさえしてないんですけれども例えば偽情報とかいろいろな側面が出てくるんだと思いますそこでリーダーシップパネルにぜひお願いしたいのはその検討事項の一つとして ある絶対的な必要性つまり市場の独占化をインターネットのテクノロジーがもたらしたということそしてそれに対する対策そしてリーダーシップパネル IGF それから2年後 1>, 1年半後にあのウィルスのレビューがそれに対してどういうあの見解を持つかということをぜひ考えていただきたいということです。これはまさに権力のシフトです。技術に基づく権力の移行が起きていると思っています。私の方からちょっと答えていいですか？他のあのメンバーパネルメンバーもどうぞ。今おっしゃった。その通りビジネスモデル。 企業のビジネスモデルが先端技術によって変わったというのはその通りですただそれはリーダーシップパネルその問題解決はリーダーシップパネルの責任ではありませんただ我々が責任を負うべきは IGF が必ずそのような問題に対するソリューションを検討できるような人々を参加させるということですもしかしたら立法かもしれないあるいは規制当局かもしれないあるいは議員かもしれませんあるいは新しいビジネスモデルのアイデアを持っていて こういった重要なサービス特にニュースなどをリフレッシュできるようなアイデアを持っている人かもしれませんが私がここで答えをしようと思ったのは。 ぜひ理解いただきたいんですがリーダーシップパネルというのはこういった決定をする場所ではないんですそうではなくてそういったディスカッションを円滑化してそして今のような質問に答えをその出せるようにするためのファシリテーターなんです分かっていますありがとうございますピッタさんインターネット1のペーパーについてのフィードバックありがとうございましたあの2つ申し上げたいことがあって1つは 我々にとってはオプチュニティがあると皆さんからこれについてフィードバックを得るためにいるんですが我々はこの会話を超えて事務局がこのペーパーをパブコメに開示しますそこで是非その後どうやっておっしゃったようなバイアスを削減することができるかと是非あなたとフィードバックをしたいと思っていますありがとうございますではもう一つのマイクの方どうぞああああごめんなさい あ3つ目のマイクがあったんですね失礼いたしました2本しかないと思ってました私はカメラまであの背が届かないので見えなかったんでしょうかチャッド・ガルシアと申します私はプログレッシブ・コミュニケーション協会のエグゼクティブ・ダイレクターです私の質問はプロセスとそうしたリーダーシップパネルの役割についてですリーダーシップパネルとして IGF の成果物というのをいろいろなプロセスにつなげる役割についてですがビントさんおっしゃった通り 今後 IGF がこういったディスカッションモニタリングして進化させる機会になりたいとおっしゃったんですけれども一つ話題に載ってないのはいろいろなプロセスが同時進行で並行で発生しているのでなかなかそれぞれに関与するのは難しいと今そうして これから1年間でたくさんのプロセスが同時進行すると思いますとなるとリソースが足りない人にとってはそれに全部参加できないんですそしてリーダーシップパネルとしてどうやってこういったプロセスをつなげることができるかそれもあの実務的な形でつなげていただければ包摂性が高まると思うんですそして同時に十分な参加 特に市民社会とかその他のステークホルダーも参加できるようになると思いますただあのこれは実践的なということですねそうしたら我々も先を見て計画を立てることができますしまた何が意味あるかそしてどう対応できるかということも検討できますというのは十分な情報がなければ実践的なあの。 まあ貢献もでできないんです、まあ、貢献をと言われてるんですけれどもでも貢献するためには具体的な参加の,あの意味ある参加をするための方法とかプロセスが分からないとできません。まああのまあ、この会議もその一つですけれども E メールというものがありますよね。で我々はいつでも E メールを受け取るう、まあ、そういう心づもりがあります。であの事務局 あるいはリーダーシップのパネルにぜひ注目してほしいものについては。あの事務局にぜひ意味を送ってください。それから。リーダーシップパネルだけじゃなくて、マグというのも I. G. F. の大変重要な部分です。マグなしではこういった構造、あの今週のこういった会議も可能ではなかったと思います。ですから、ここにいらっしゃる皆様方、ぜひリーダーシップパネルと、そしてマグ。そうした I. G. F. のすべてのメンバーとの間に、関係があるということをしてください。それから二つ目重要なこと、それは。 国えそしてリージョナルなインターネットガバナンスの活動ももしかしたら年次総会よりもと同じくらいあるいはさらに重要かもしれないというのは彼らはローカルでローカルの問題の中身を知っているのでそういったことをきちんと説明できると思いますただ具体的なアドバイスとしてどうやって皆さんのインプットを受け取るかというアドバイスが欲しいのであればまず一つ目は E メールですリーダーシップパネルに直接 メールを事務局を通してて送ってくださいナタイさんそれ以外のインプットを受け取るための方法についてもしかしたらコメントがあるかもしれませんが皆様のコメントのためのリクエストを出す何か書式化した方がもしかしたらやりやすいのかもしれませんが今は我々が書いたドラフトペーパーについてそれから今日出てきたような課題についてのコメントというのを今募集してます、うん。 でまあ私がいるのはあそこまでですがリーセさんはい、はい、重要な点ですが多くの問題はグローバルな問題です一方で解決はローカルであるということが多いわけですなのでローカルの文明化に合わせて分析をする必要があります。IGF におおいてて年次総会を行っておりますが 各各国、またその地域の igf で集められるその意見というものが重要だと思っています。そ,そして、その分析というものを我々の方に返してもらいたいと思います。各国、各,各国、各地域でいらっしゃるようなものですね。これは我々のその私たちの望むインターネットに関しましてもそうですし、それ以外に関しましてもそうです。でははい。 ご紹介からお願いいたしますコサルシャルティアと申しますオートマイトルシステムクエートの自動化システムの会社になります、えー、こういった機会をいただきましてありがとうございます15年経ちましてすで18年経ちまして IGF はその進化を必要としていますより良いフォーマットにするための改善が必要だと思います IGF が成功した理由はやはり包摂性ということだと思いますマルチステークホルダーの包摂性お互いに話をし合う協議を持つということそれを平等に行うということですまたポル,シーポルシーダイアログだとかそれからベストプラクティスのメニューであろうとまあいろんな会議がありますけれども インターネットに関係するインターネットガバナンスに関係する組織にここでの議論というものは影響を与えるわけです。こ,こちらの方で企業会合を持って、えー、そして合意をしてまあ、合意できないこともありますけれども現、まあ、コンセンサスに立って、えー、そしてそれがさまざまなインターネットガバナンス関係の機関のに影響を与えるわけです。なのでより良いフォーマットが必要だと思いますそれれが期待されております。 よりその生き生きとした機会にするためにでまたデジタルの話をしておりますがデジタルはインターネットでやってインターネットはデジタルであるということで共通のステークホルダーがいるわけですデジタルとインターネットというのは私にとりましては違いはないということですなのでどういったフォーマットでもですね改善して IGF に関しまして2017年2019年に igf プラスでプロセスがありました。これはまさに igf の進化あのプロセスだったわけです。そしてデジタルコグローバル、デジタルコンパクトということも今国連の方が歌っているわけですが、どのような進化であれ、この事実として。え、包摂性というものは常に維持するべきだと思います。 マ,マルチステークホルダー参加型の性質だとか、えー、平等に問題に関しまして議論できると、まあ、これは維持するだけだと思いますそして、えー、今現在は、えー、その成果型のイベントでにはなっていません IGF の成功の理由というのはその成果,成果を出すためのディスカッションをしないといけないというようなプレッシャーがないわけですなのでそのオープンに話し合えるということです で IGF に関しましてはその成果というのを求めないというその開講の性質自体がこれまでの IGF の成功の一つの要因だと思いますまた9月に未来のサミットが行われますこちらでどのように IGF が 今後進化していくのかということを設けてされると思いますデジタルコンパクト IGF の関係においてですこのプロセスこれまでのところこれは政府と政府間のプロセスであるように見られます でもこれをさらにそのマルチスティークホルダーのプロセスにしてもらいたいと思います。さまざまなスティークホルダーがこのグローバルデジタルコンパクトのプロセスに参加できるようにしていただきたいと思います。以上ですす、はい、ありががとうございますこののパネルの誰もが 今おっしゃったことに関しまして異議を唱える人はいませんマルチステークホルダーの重要性ということは全員がそのように思っていますそれがまさに、えーまあ、我々の IGF の基盤だと思っていますありがとうございますブルーオーマイヤーと申しますエスアージアンの CEO をしておりますエサフさんに質問になりますけれども 2つの質問があるというふうにおっしゃいました IGF が今後も継続するべきかこのオフタグ事項というものを拡張するべきかもしそ,のそれに対しまして回答がイエスであればどういった点が改善できるかというふうな質問だったと思いますあ、ごめんなさいえ、私は継続するべきだと思いますでもそれに対しまして誰が そのウィ,スプラスにウィスプラス20においてそれを決定するわけですけれども我々はそのイエスだと思っています私もあの回答はイエスだと思います IGF は続けるべきだと思いますオラ,オランダの IGF を代表して話をするわけではありませんがオランダにおいてそのような議論を行いましたグループ全体においてもう1年半ぐらい前になります 我々の回答もイエスでした我々の付託事項に関しましてはこれを拡張するべきだと一方で改善の提言もありました合計で16ありまして全ては読みませんけれどもいくつか皆様に興味深いものがあるかもしれません3つのエリアがあります一つはガバナンスそれからその対話そのものダイアログそのものそして結果ですこの一番最後のところが興味深いと思いますガバナンスに関しましての提言は IGF はより透明性の高い意思決定のプロセスを設けるべきだということと確固たる財務的な支援が必要であるということそしてダイアログのところに関しては IGF は あまりにもそのたくさんのトピックをカバーし,ーしすぎていてですねなかなか深い議論にならないとそれからもう一つはどのワークショップが実行されて何どれが実行されないのかということに関します決定の透明性それからフォーマットの改善性です、えー、プレゼンテーションをもう少し設けるだとか、まあ、そういったこともですねそして 重要なのは参加する人たちが何を代表しているのかどの組織を代表しているのかどのような機関を代表しているのかどのようなその利害を持っているのかということを明確化すべきだということそれからそのリザルト結果のところに関しましては IGF はもう少し具体的な提言に結びつくべきだということです。これは国際的な政策また各国の,その政策に関しましてもそうですけれども。 IGF は実質的に他の,その国連のダイアログにも影響を与えるべきだとそしてまた具体的な事例というものを提示するべきだそしてそれを各国でまた地各地域で利用できるようにするべきだというような提言です。このドキュメントに関しましししままてては送りいいいすぜひそうしてくださ IGF ただ、その igf の各国機関ともシェアしてもそれは問題ないでしょうか？問題ありません。で、スタンダードに関しまして、どのようなその、えー、標準を考えていらっしゃいますか？標準ですか？はい、あのこのセッションの前に少しディスカッションしました。標準ということで。 インターネットだとかデジタル化のフットプリントを低減するための標準だとかまたベストはプラクティス標準を作る前にベストプラクティスの教育が必要だというようなディスカッションがこの前にあったわけですがどこかのコリの成功事例だとかそういったコリから学んだ上でそれを全体として実行するとまあこれはまた別途ディスカッションしたいと思います。もう少しあの 技術的な標準のお話をしていらっしゃるということであれば、あの I. G. F. のその役割ではありませんので。いえいえ、その技術的な標準の話をしているわけではありません。ぜひあの送ってください。ドキュメントを、はい、送ります。はい、え、では真ん中のマイクの。あ、ごめんなさい。またこちらですかね。はい。ま、た元に戻ります。はい、どうぞ。はい。えー、マイク取り出して。もらえますか。いけますか。 ありがとうございます骨レボルのミスシボーカと申します議会のメンバーですケニアあの議会のメンバーになりますまたパーラメンタリーサービスコミッションのコミッショナーでもあります情報そしてパブリックコミュニケーションを担当していますでまた国の議会また上院を代表して インターネット関係のオーバーサイトも提供しております。なので、このような会話というのは大変有用です。おそらく計画はあるのかもしれませんけれども、そろそろですね、ユニバーサル・デクラレーション、またはユニバーサル・ローというものを作ってはどうでしょうか、インターネットと技術に関しまして、そこで加盟国が署名をして、そしてそれを各国で、各国の法制度に落とし込んでいくということはできないでしょうか。そのような法律があれば 例えば包摂性のギャップだとか女性少女をそれから避難民だとか移民だといったその弱者を守るということにおいての法制度として利用できると思いますいろんなその問題が今デジタル化されていますが我々の国においては今現在はキャッシュを使って取引を行っています。 例えば賃貸に関しましてもそうです毎月の賃料でも現金で払っているわけです現金を使いますとどうしても汚職が起こりやすいということがありますのでキャッシュレスでの取引というものはあのケニアで必要だと思っておりますなのでもうそろそろユニバーサルなその生命というものを出して女性の権利だとか 障害者の権利だとかそういったところも含めた上でグローバルの,その声明というのを出してはどうでしょうか。 私の方から2つあのまず最初にまいらしてください。ありがとうございます。igf に来ることのま効用がいかに高いかが証明されました。それから、今まであの参加されたあのセッションで、あの今おっしゃったことをそういった目的をあの達成できる方に表明されているということを私は願っています。 では一番右私の左ですねありがとうございますシャークペグリンとペグリンがと申しますスイスの国内の I J F のコースセクレタリーそして地域のヨーロッパの I J F に関名関与しています質問ですがリーダーシップパネルはあの I J F の将来の形態としてその中で N. R. I. の、あの、役割をさらに強化する、意味で、どういう計画を持っているかと。まあ、私どもはもっと N. R. I. とのインタラクション、ビィズイットを増やしたいと思います。あの、最近の、まあ、今日のミーティングでも、これが議題に上りました。N. R. I. とのコンタクトを増やしたい、それから。地域組織とのコンタクトを増やしたいということが言われました。そのためのメカニズムというのは、個人的に N. R. I. を訪ねるとか、あるいは定期的な、あの、連絡を取る。 ということもあります定期的なコーディネーションコールというのが NRI 間であのま電話会議が行われているらしいのでですからそういった電話会議にリーダーシップパネルの一部が参加するということもできると思いますがとにかくまあもっとつながりを強化したいと思ってますこちらのマイクどうぞはい、クリスリステイですコネクトフリーインターネットスリーから来ました我々は IGF がうまく機能している小査だと思います我々は実は IP アドレスを ISP から受け取る代わりにあるいは政府の問題などによって規制がない IP アドレスをプライベートなキーパーに発行するということをやっています。と世界中のいろんな方々が まあ例えば海海海を越えてもそして将来は宇宙でもそれから月でもそして火星でも IP アドレスをあの地上化したあの期間なしで入手することができるつまりどこにいてもインターネットに接続できるということになるわけですでこれがまあ実際起きていてそして日本でもあることが起きます1990年代電気通信 NTT のという電気通信事業者が 分割といいますか彼は法律で拘束されていてメインのファイバーオプティックのネットワークでは IFT にならなかったんですそこで日本国内にいろいろな ISP が生まれてその結果インターネットの多様性というのは日本ではかなり強化されました彼らのモデルでは全国的なスイッチングネットワークがあって他の ISP などもそれに接続できるですから私どものソフトウェアというのはこのネットワーク上で ISP そして個人のための ISP となることなんです。でがですから 電気通信業者まあ彼らは敵ではなくてとても重要な友人ですインフラを構築整備する上でですねですからインターネットのセカンドレイヤーとサードレイヤーに共感を設けて全てのレイヤーでイノベーションができるようにしてください。テクノロジーにはいろんな人が関わっていて先進化してますのでですから ICF でこのプロセスをオープンにしてお互いにアイデアを共有し合うことようなあの。 場私から答えていいですか今おっしゃったことはとても面白いあのまあ間接的なアドレッシングのようなやり方ですよねですただそのアイディアはリーダーシップパネルではなくてインターネットエンジニアリングタスクフォースに上げるべきですよね i t f に。はいまあ、それを今検討してます i t f が正しい場だと思います。ででは右側右側側私のすか 皆様こんにちは、ハイレベルパネルの皆様方、まずバスティアママドフと申しますあ。デジタル開発のアゼルバイジャンのデプティディージーです。で1一年前、私どもがアゼルバイジャンで I. G. F. のフォーラムを主催しました。で、国によってインターネット、そしてすべてのインフラ。 そして、アゼルバイジャンのデビタデジタルの開発発展がかなり進みました。あ、アゼルバイジャンとして、あのインターネットの父である。ヴィンセントサースフさんを。 あのお招待することがあって本当に嬉しかったですまたアゼルバイジャンのユース若者私の息子からもご挨拶申し上げます彼らはバーチャルですけれどもあのこのイベントにとてもをとても楽しみにしていましたそれからもう一つ申し上げたいのはやはりアクセス可能性とそれからアフォーダビリティというのがインターネットの開発でとても重要でしたいろいろな政府がこのアクセスビリティ インターネットアクセシビリティを展開するためにいろんな努力をしてきましたアゼルバイジャンでは2024年を目標年度としてそれまでに全国でアフォーダブルでそしてアクセシブルなインターネット少なくても一秒あたり25メガバイトを各市民に提供するとあのつまり国のどこに住んでいてもあまねく提供するということを目標としていますまた私どもはこのフォーマット つまり IGF は継続されるべきです素晴らしい価値を持っている特に世界情報社会サミットでアゼルバイジャンはそこでは2003年ジュネーブですねそれから2005年の会合にも参加しましたがその素晴らしい成果物だからですそれから国連のメカニズムとしても素晴らしいですアゼルバイジャンはノン・アライアンス・ムーブメントひどめ運動の議長をしてますけれどもいろいろな国連の機関 のアクセシビリティアフォーダビリティのインターネット向けの展開の方向性についてどう思われますかそれからいろいろな機関が例えばアゼルバイジャンでは光ファイバーなどのインフラを使ってそして衛星などを使ってデジタルシルクロードというものを作ろうとしています。そそうういいっったたたメカニズム例えば IGF とか他の特化した機関がそういった プロセスの発展に参加できますかこれはエイジアですけれどもでもグローバルな取り組みですありがとうございます IGF を主催してくださってありがとうございました素晴らしい貢献をしていただきましたそれからこのインターネットのアクセスを改善できるテクノロジーについてですが今後どんどんとあの上に飛んでいる衛星 のキャッパ、それから海底ケーブル、光ファイバーケーブル、でもかなり容量アップが図れると思うんです。この2つだけでかなりアクセスは高まると思います。ですよ、あのありがとうございました。では私の左どうぞ。はい、ありがとうございます。 アルガ・アルコポールスと申します KPMG オランダの KPMG です Responsible AI Practice 担当ですここ数年間私は幸運にもこのコミュニティの一部となってインターネットガバナンスフォーラムに参加をしてまいりましたそこで学んだこと私はユースフェローとして参加してそこからちょっと成長してそして今はコンサルタントをしてますが マルルルテスーークホルダーのモデルは非常に価価値が高いいと評価していますこのフォーラムのですねただ今後のグローバルなデジタルコンパクトの交渉についてはちょっと心配をしていますこのモデルについてそれから将来このフォーラムの将来それから他のデジタルなフォーラムの将来についても懸念を抱いていますというのは私は民間の人間なのでこのフォーラムについて えインプットを差し上げたりそして他の人からあの意見とかあるいは情報をいただけることは非常にあのとても価値があると思いますですからこのフォーラムが継続することを祈っておりますそしてリーダーシップパネルにもぜひ存続できるように戦ってください え、そして今後もこのモデルを将来にわたって持続していただきたいと思います。はい、このパネルのいる全員は深くマルチ、ステック、ホルダーモデルを信頼信奉しています。そして。国連が。マルチスティックホルダーのプロセスを。それがなければ、マルチィラーテルな環境でえその？ 取トそしてあの受付、そして支援をしてくれるということは非常に満足です。で、我々はこのマルチステークホルダーの声が今後もまあ耳を傾けられるつまり配慮されるということを持続していきたいと思います。ローティンテイラーと思います。カルビアの電気通信連合のセキュリティジェネラルです。あの同僚のカリブのキャロルさんがあの？ 「彼女と何をしてる?」って「いやいやコングラチュレート」と言ったんです彼女をおあの称賛したいと思いますと。で先ほどのコメント とつまりエナライのサポートということでぜひ支援したいと思います。あの来年カリビォルアのインターネットガバナンスフォーレで20回目の IGF を開催します。これが多分 IGF の中で最もあの地域としては不利だと思います。そしてあの小東小途上国で最初のスイスの IGF というのも国連で認められましたのでぜひそれに参加してほしい。でエナライをサポートするメカニズムはたくさんありますけれどもまあ皆さんのまあ関与だけでなく先々。 とかタイなどが我々に支援をしてくださっています感謝しますそれから我々はグローバルデジタルコンパクトに対してもディープダイブを通して我々インプットをしていますでそのプロセスを支援をしているんですがただまた別のフォーラムグローバルな例えばデジタルのようなフォーラムが があればと思っています。というのはこういったミーティングでカバーする範囲があまりにも広いからです。この会議以外にもあのポリシーあの開発のための例えばアイカンとかレジストリ地域のレジストリなどでも行われています。ですから IGF というのはとっても役に立つメカニズムだとは思っています。グローバルなあのインターネットガバナンスを今後も自立制では非常に役に立つと思います。それからもう一つ申し上げたいのは。 あのこういったグローバルな IGF を主催するその障害をあの下げていただきたいバハマスとかカリブ地域でぜひ次回を開きたいと思うんですけれども日本の政府が素晴らしい設備を提供してくださいましたがそういったものはあのやはり小国にとっては提供するのは難しいと思いますですからハイブリッド型のフォーマットを採用してより小国がホスト主催できるようにしていただきたいと思います。 大変興味深いいコンセプトだと思います小国。小国がホスト役を務めるということですがこれまで例えば今日本が主催国になっていますけれどもおそらく他の諸国と一緒に主催国になるということもできるかもしれませんしまたその キャパシティがある国で主催をするときにその共同主催を行うというようなこともできるかもしれませんしそうすることで、まあ、諸国だったとしても主催国的な役割を果たすことができると思いますはいありがとうございますでは右側の方どうぞありがとうございますナイジャー・リクソンと申します英国の政府から参りました まず議長に感謝申し上げますまた皆様のメンバーの方々リーダーシップパネルの方々に感謝申し上げます皆様の貢献に感謝を申し上げます IGF は今朝こちらに座って我々の質問に回答していらっしゃるというのを見ますと本当に嬉しく思います二点目ですけれども皆さんの役割です まあ需要になってまいななってきております WSIS プラス20のレビュープロセスが行われますので,で多くの我々のメンバー IGF のメンバー,ンバー特に国リージョンの取,取り組みを行っておりますがこれがポリシーの策定においてグローバルスケールにおいて本当にき 基盤的な役割を果たしているということだと思います我々がその進捗をしそして世界中で友人を作りこのようなディスカッションができるということそしてこれはぜひ続けてもらいたいと思いますしこれがさらに進展していくということを期待しております VSIS プラス20が新しい実現につながるようにインターネットが何ができるのかというような新たなあその実現 ににがるよう v s ラ s 2 0の,のプロセスにおいてこの素晴らしい共同的な取り組みの,その価値を認識するものであってそして接続性の改善だとか持続可能性だとかを推進するようにそしてインターネットが多言語になって対,対応になるという方向で進、えー 進展ができるとということを期待しておりますなので、えー、パネルの方々にはこの皆様の作業を続けてもらいたいということとさらにその IGF を活性化してもらいたいと思います皆様がやってらっしゃいます作業というものあと事務局がやっているような作業に関しましてもそうですし、えー、これをさらに強化をするということまた他のステークホルダーの方々 このようにリーダーシップパネルの方々が他のそのハイレベルのステークホルダーの方々とさまざまなディスカッションをして、えー、まあ、今後のこの IGF の進展につながればというふうに思います大臣さんありがとうございましたでは次真ん中に行きましょうかあごめんなさいえっと左側ですか大丈夫ですかあでは真ん中から行きますか申し訳ありませんちょっと先にお話をしますね ありがとうございますナイジェルさんが今おっしゃいましたように私も同じように感謝をしております。皆様の貢献、えー、というものに関しまして IGF に関しましてもそうですしマルチステークホーダーのモデルに関しましても本当に感謝を申し上げます。で質問がありましたけれども我々のその不託事項というものを確証するべきか私の回答もイエスです。 改善の余地はあると思います IGF がないよりも IGF がある世界の方が間違いなくいいと思います IGF があることでさまざまな議論があるような分野においても安全に議論ができますし教育の教育もディスカッションができるとさまざまなステークホルダーグループ同僚の方々といろんなアイディアを 交換できるとということ実際に公的な政策になる前にこのような議論ができるということは素晴らしいと思いますし公的なその政策に対しましてこういった協議を通,通じて影響を与えることができるのは素晴らしいと思います。IGF はさらに改善できると思いますまずリソース先ほどナイジェリーがおっしゃったようにその事務局も素晴らしい仕事をしていただいてますけれどもさらにそのリソースが必要かなと思います。 十分にその事務局をサポートするようなリソースです IGF とのそのやり取りももう少しやりやすく知ってもらえればと思いますツールを作って世界の誰もが完全に参加できるように IGF のディスカッションに参加できるようにすなわち会合に来なくてもそのプロセスに関与できるように オープンコンサルテーションだとかそういった話をしているのではなくて、えー、リソースを見つけることを簡単にするようなツールだとかベストプラクティスフォーラムもありますが、えー、いろんなそのフォーラムで出てきたその成果あというものが、えー、その終わるツールによって誰もがアクセスできるようなものだとかそれから えー、書面でのコメントを要,要望もしてらっしゃいますけれどもより、えー、この作業というものをやりやすくするようなことを考えることはできると思いますまた3つのワークショップが同時に行われて同じトピックで、えー、同じスピーカーの方が 同じことを繰り返しディスカッションしているようなことも見られますのでそのような場合は一つのセッションにまとめてま,まとめればいいのかなと思いますメインショップメインとそれからワークショップで20以上の,その会合が必要ではないと思いますで政策安定者がステークホルダーとそのトピックに関しまして 一緒にできるようにですね、できるだけ同じトピック、同じスピーカーが入られるような会合に関しましては、できるだけまとめた方がいいと思います。ありがとうございます。たくさんの会議があるすぎるということですよね。もともとのそのアイデアとしては、えー、この会合というものをできるだけこの。 分けてディスカッションするということがいいと思ってやっていたわけですけれども、もう少しそうですね構図会議のその構成に関しましても見直す必要があるのかもしれません。ありがとうございます。え議長フランス語で大丈夫でしょうか。大丈夫です。いや聞こえますよ。大丈夫ですよ。そうですね。これチャンネルを変えればいいんですよね。どうぞ。 ありがとうございます。えフランス語でお話をしたいと思います。この会合は国連の文言が利用されていますけれども、同じことをほ他の方がおっしゃったことを繰り返し繰り返しは。 したくないんですがとは言いましても申し上げたいのは IGF が今後もさまざまなその主役の方々を集めてそしてあの経験を共有したいんですけど最初の IGF でえ欧州委員会の方と話をししておりましたその時に国レベルそして地域レベルそして世界のレベルに これはそう,そういった話をしますとちょっとあまりにも会議の数も多くなって複雑すぎるというふうなことをおっしゃったわけですねでも今それは理解できます。今現在のこの状況を見ますとたくさんの国際,的国際機関が、えー、関与してそしてそのプロセスというものが複雑になっているように感じます。 えー、事務総長のドキュメントだとかそれからユネスコが書いたドキュメントだとか、まあ、いろんなそのドキュメントがあって、えー、本当に追いつかないわけですねそれから、まあ、スイスの政府の方がおっしゃってましたけれどもそれは多様性だから素晴らしいという,うおっしゃってましたけれども本当にその会議の数がどん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 増えていって。 でまあいろんなまプロセスもどん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 増えていてそのようになりますともうほとんどもう管理できないような状況になると思います。我々エンドユーザーにとりましても,もうついてついていけないような状況になっております。ありがとうございます。これは1回だけではなくて先ほども同じような発言がありましたですよね。はいセバスチャンバーサリーです。名前を忘れておりました。ディソックを代表しております。フランスから参りました。 また、以下のエンドユーザーの代表者でもあります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。1回だけではなくてこの今回の会合によりましても、あまりそのカオスのような状態にならないようにした方がいいということですよね。わかりました。この会合の。 構成に関しましては見直す必要があるのかもしれません会議の数に関しましてもそうですしこれはインターネットエンジニアリングタスクフォースにおいても1週間の間に数百の会議が行われるということでそれも同じような状況だと思いますウィンドウさんありがとうございますクリ,クリスナーリーダーと申しますエジプト政府を代表していますおそらくまずリーダーシップパネルの設立ですがこれが大きなマイルストーだと思いますデジタルコ そのデジタル協力において皆様が貢献してらっしゃることに関しましても感謝を申し上げますし IGF への関心というのを高まってきていると思いますグローバルのレベルにおいて一方で最も重要な委託・不託事項というのはリーダーシップパネルにおいては IGF の影響力を高めるということだと思います。IGF は あらゆるそのコミュニティがこの重要性そして IGF がこれまで与えてきた影響ということを理解していますその重要性というものがより広いスケールで、えー、示されることができるように GDC に関してはおそらく先ほどもコメントがありましたがそのイシューペーパーを見ますと GDC のあコーファシリテーターが出したイシューレポートがありますこちらを見ますとメッセージとしては プロセスをすでに存在するプロセスと重複してはならないということも書いています。でグローバルデジタル協力のプロセスもありますし今現在の急速に進捗する技術であるということを考えますとこのプロセスを何でもその重複するということは本当に無駄だと思います。なのでよりこう統合した形でリーダーシップパネルもそうですし IGF に関しましてもそうです。 さまざまな構成要素を統合していればいいかなというふうに思います特にマグに関しましてもそうですそれから NRI もそうですこのような IGF の構成要素がありますけれどもより大きなインパクトを与えるためにも活動を統合していくということはできると思いますそれからミライサミットへのその統合 IGF コミュニティからの提言 それから、また、v s ルスプラス理事においても、そういった点を検討いただければというふうに思います。ありがとうございます。まあ、確かにより多くの統合、それ、グリーンタクションをリーダーシップパネルと、それ以外の IGF の側面と強化するべきだという、あの提案でした。それは他の方からも伺っております。ちょっと時間がなくなってきたんですが、短くいいものでしたらどうぞ。ただ、あの、反応できないかもしれません。どうぞ。まあ、フランス語です。 2つほどコメントがございますで、これはリーダーシップの皆様方に特に IGF のリーダーシップに申し上げたい点が2つほどありますまあ、今日ここで最初から伺っている内容というのはとても興味深いものなんですが何回も繰り返して出てくる言葉がステークホルダーですつまり包摂性それも最大限の方々に対して包摂性 を提供するもしかしたら IGF 拡大版というのを作ってここにいらっしゃらない方々来れない方々を一箇所に集めてそしてリモートで参加するそしてあのやってることをフォローできるようにそして必要であればやり取りもできるようにするというのはいかがでしょうかさまざ、あ、まなプログラムに参加しています例えば Google ではいろんなプログラムがあって結果として我々は このイベントを実際会場に来れなかった方に配布配信することができています。で何らかの別のイベントを作ってそしてそれが IGF を中心に運用してそして で彼らに IGF で起こっていることを分かりやすい言葉で説明することができるのではないかと思いますより包摂的なイベントにできますつまり登録するかあるいはオンラインでしか登録それかアクセスはできないそして我々のイベントをより簡単にリモートでより高いアクセシビリティでフォローできるというような機会を与えたらどうでしょうかこれは実現可能だと思います今の登録プロセス についてはま簡単なリンクでクリックさえすればまいいようにしてほしいと思うんですねのつまりこのイベントに参加するのに登録するのさえ非常に複雑なんですでこれについては まあ、いろいろな対応策機能があると思うんです。やはりトレーニング、それから教育、そして、まあ、これを、あの、いろんな人に開放する。特に、AI、あの、人工知能などを活用して、多くの方が参加できるようにするべきだと思います。そこで、私どもは教育の意味も。見直して、まあ、こういった情報を提供して、そして。 この環境を提供してそしてその知識がまあいろいろな人に広がるようにするべきだと思いますそしてサポートをローカルなレベルでともニーズが高いところに支援をするためのいろいろなプログラムがありますトレーニングプログラムサポートプログラムそれからローカルのステークホルダーも あの我々がやっている取り組みの一環として参加できなければいけません。それ以外にもリスクとかイノベーションとか他のプロジェクトも検討すするべきですまた新しいプロジェクト我々がコミットしているそして行っているプロジェクトにも参加できるようにするべきだと思いますありがとうございます。 今後もやはり参加機会、それもハイブリッドモードで、まできれば参加できるようなあのメカニズムを増やしていきたいと思います。いずれにせよもう時間となりましたので、あのこのミーティングはあの閉会といたしますが、皆様のアドバイス、それから会にありがとうございました。あのどうやってこれを紹介したか、内容を紹介したかということを皆様にまたあのそしてそれをもとにあのその未来のあの サミットそれからウィセスプラス20に向けて、どうやって取り組んだかと取り込んだかということを、後でフォローアップして報告を申し上げたいと思います。ありがとうございました。